寺です、ね、ジューシーで美味しそうでしょ。あ、どうもよりにじゃじゅです。ちょっと違ったな。もう一回いいですか。どうもよりにじゃじゅです。ということですね、今回は僕もまあちょっとね3本目ということでですね、1日で何本も撮ってるんですよ、このチャンネルね。後半の撮影に差し掛かることによって僕がものすごい酔っ払ってるっていうちょっと特殊なチャンネルなんですけども、今回はですね3本目ですね。そこそこ酔っ払ってます。 78% くらいですね。みんなで 100% 目指して頑張っていきましょう。今回作らせていただきますのはシャウエッセンね。みんな大好きシャウエッセンを使ったなんだなんだなんだシャウエッセンブリト、名前からしてうまい、作っていこうと思います。簡単だからもうパリパリやっていきます。春巻きの皮、春巻きの皮ってね、これね実はね焼いてあるんですよ。最初にもうこれそのままね召し上がることができるんですけども、ペリ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 剥がしていきます。はい、真ん中をね切っていきます。はい、シャウエッセンを乗せていきます。ピザ用チーズを 8g から 10g っていうと、これぐらいですね。あんまりやるとねあのチーズがねちょっと出ちゃうんでね。そうこうやって巻き巻きするんですね。この辺目で広げるとね、あの全体にチーズがまとうような感じになるのでね、マイク巻き巻きしていきます。はい、簡単じゃないとね難しいのできない。じゃ巻き巻きしていきます。はい、あと2つですね。乗せていくんですけど、このままだと結構ねその水分が足りないんですね。ちょっと濡らしてください。手をこんな感じで軽くね湿った手で握ってあげます。こうすると皮にねすごくねいい感じで水分がついてしっとりと仕上がります。結構ね濡らしちゃって大丈夫です。全体を濡らしてあげましょう。ここポイントですからね、しっとりと仕上がるポイントです。はい、ラップして1分ね30秒から40秒ぐらいこのままチンします。600ワットね、40秒でしたかな。1分40秒の姿がこちらです、ね、もちもちになっております、はい、ジューシーで美味しそうでしょ。ケチャップを少し全体に、パセリを、食べちゃいます。はい、シャウエッセンブリトの完成でございます。はい、それではですね、できました、ではですねこちらのシャウエッセンチーズブリと100倍楽しむ方法を今から教えます。ビシッ、オーディオ入れます。ジョニーウォーカーを入れます。ウィルキンソンのレモンね、これレモンね、レモン味だとねレモン入れる必要ないよね。準備が整いました。じゃあいただきます。あーうまい。ということでいただきます。じゃあケチャップつけていただきます。たまらんぞこれは。うまいですね、この春巻きの皮とチーズの、効果ですね。マジでブリトーになってます。レンチンですよ皆さん。次はマスタードと一緒に食べてください。最高だこれ、めちゃめちゃうまい。チーズとソーセージってめちゃめちゃ合いますね。チーズ、シャウエッセンと春巻きの皮、これも非常に合うんですよ。もっと合うのがハイボールですね。マスタードとケチャップのダブル漬けです。いただきます。オーマイガード、ほんとうまいなこれ。巻いてレンチンしただけでは思えないうまさがありますよ。水はねちゃんと僕みたいに結構ねつけてあげた方がいいと思います。お父さんの晩酌にもね、お子さんのおやつにも非常にいいですよこれは。僕が子供時代これ出てきたらね飛ぶように喜んでましたね。大人時代の僕も飛ぶように今喜んでますけどね。たまらん。ぜひお家にあるソーセージとチーズと春巻きの皮でぜひぜひやっていただきたいと思います。へいへい。ではですね今回の料理、美味しそうだなとかですね、やってみたいなとかですね、僕と一緒にこのつまみで飲んでみたいなと思っていただいた方はうるさい、ぜひチャンネル登録をお願いします。